ッケー、強いビエラ。うまい、カリ見えています。来た、の力を見せてほしい、そんな試合です。さあ行きましょう。キックオフ、試合が開始されました。ドリブルで持ち込んでいます。スルスル、オッケー、チャンスかと思いましたが相手ボールになりました。オッケー、いいよ。茶島祐介、ビエラ、ドーグラス・ビエイラ、おお危ないよ。ホイッスルはなし。いいボール、プレーを流します。カッセイ、アドバンテージ、シュートのチャンスだ。いやー打ってよかったか、打ってよかったか。さあここ大事。敵陣へボールを運ぶ。 OK、 ナイス、ボールロスト。素晴らしいディフェンス。来た、ここは縦をつくでしょうか。ゲームゲーム、いやーちょっと大きすぎた。キーパーがボールを拾い上げています。ちょっとトラップ失敗。ここまあ気をつけて気をつけて、裏抜けてくるから。よしよしよし、大丈夫大丈夫。オッケー、ポゼッションが相手に移ります。いや惜しい、マジ、ああいうとこなんよね。さあどうする、リードするチャンスです。危ない、オッケーオッケー。主審がプレーを止めました。イエローカード、あーさっきのビエラのプレーでしょ。ビエラへの先ほどのプレーでファールがあったようですね。いやそりゃそうよ、下手したら怪我するから。あれ中に入れた、危ない、止めました。キーパーがゴールを死守します。危ない危ない、目の前で放たれたシュートをよく防ぎましたね。スーパーセーブです。オッケーオッケー、うまい。主審は流しています。プレーオンです。抜けた、来た、うわオフサイ。チャンスの場面でしたが走り出すタイミングが合いませんでした。オッケー、強いビエラ。うまい、カリ見えています。来た、スルーパスでしたが、うわうわ惜しい、決定力が足りません。そうですね、あそこで決められないのはかなりもったいないですよ。富田慎吾、オッケーオッケー、これは見事に奪いました。ナイス、あーあの辺大事にしてほしい。ここからどうするのか。 OK、 ここは青山がうまく読んだ。 OK 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 OK、 ナイス、カシー、カシはマイナスのクロスを入れた。落ち着け、うわディフェンスが落ち着きすぎた。このボールは通しません。落ち着きすぎて弾かれた。大丈夫大丈夫大丈夫。いや荒木ここいるのまずくない？富田慎吾。そうそうそう。よしよしよし。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。柏義久美、ドーグラス・ビエイラ。何を狙うのか。来た、決定にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。お互いにあまりチャンスらしいチャンスを作れず時間が経過してきます。マジか、もう10前半終わり。ポゼッション率もほぼ同じですね。来た、
どこかで仕掛けてくるんでしょうか。ピエラ決定機になりかねないパスでしたがカットしました。まだまだある。広島の攻撃です。うわファールはノーファール。攻撃は身を結びません。ノーファールかい。相手ボールになっています。よし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 。相手の出しどころを潰しボールを奪取しました。いや待って待って待って。うわー前半終了。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。いいサッカーしてるけどな。さあ後半戦の開始です。さあ後半、ここまでは均衡した試合でした。いやボールを持ちました。何をするんでしょうか。お気をつけてね。クロスで狙える位置です。クロスは大丈夫大丈夫。オッケー。ボールがこぼれています。おっとフラッグが上がりました。オッケーオッケー大丈夫。オフサイドです。カットしました。カットされるんかい。前の選手が低い位置でボールに触りました。危なくない。1点リードにできるか。 OKOKOK 危ない危ない。ゴールキーパーがボールを押さえた。ラッキー今のは。ゴールキーパーが完全に飛び出しました。届かないよそれは。キープしています。ボールを取られません。強いですね。ボールを前に運んでいます。非常に危ない。危ない。非常にねディフェンスが難しいです。タックルでボールをダッシュ。ナイスプレーです。ボールをキープできるか。ファンです。これはサイドを上がれそうです。シュート。おっしゃナイスサントス。オッケーオッケー。これだけいやー左サイド粘ったね今。すごいシュートでした。オッケーオッケー。よく突き刺した。いいねサントス。これでルヴァンカップ2得点目だ。オッケーオッケー。よし動くか。サントス疲れてんな。でもちょっとサントスは耐えられないから、あゆかはここで出して、人間もいいし、柏とどっちしようかな。なるほど、はい、どっちもアレームだもんな。左できないか。よし逆足が3でチャンピオンか。あ両方3なんだ。まあじゃあ流れは左やってもらうか。オッケー、これで。オッケー。うわー粘るな。何をしてくるのか。オッケー。おいおいおい。オープン。危ないよ、そういうボール一番気をつけて。せめて枠に飛ばしてほしかったですね。選手を変えるようです。さあ3人一気に変えましょう。
早川ナイス、いいスペースにボールを出しました。うわ、ここはオフサイドです。なるほど、ちょっと飛び出すのが早すぎましたね。もうワンテンポ待てば左だったと思います。わー惜しい、マークを振り切った。 OK OK、ポゼッションは相手チームに移ります。 OK、 うわー、パスコースにはディフェンスがいます。入れば同点ですが、いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。うわー、ちょっと相手ボールから時間がない中で同点のチャンスを作り出せるでしょうか。ファーポストへ入れてきた。これはキーパーの好セーブです。 OK、 うわうま、パスは通さない。ちょっとミス多いぞ。ここに来てもホームサポーターはまだ諦めていないようですね。いや、大歓声で選手たちを後押ししています。ちょっとボール取れなくなってきてるかもしれませんね。危ない危ない、ここでシュート。 OKOKOK、 キーパーが危なげなくセーブしました。落ち着かせよう、もう時間ないから。アディショナルタイムに2分超えられます。よしよし、試合時間も残りわずか。いいよ、ショートパスを回してリードを守る作戦のようです。来た、ロブパスの先に選手が走り込む、いい形になりそうです。おいしい、うわ惜しい、ここでホイッスル。オッケーオッケー、アウェーチームの見事な勝利です。なんとか勝った。1点差で勝利とはいえどちらが勝ってもおかしくない接戦でした。最後は選手の気持ちの差が、いや、やっとレザンカップ取ることができた。この選手ですが今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。いや、見事な働きでした。貴重なゴール決めてくれた。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。さあインタビューやっていこう。いや、レギュラー陣ほとんどいない中よくやってくれたよ。今日はお疲れ様でした。今日の試合についていくつか質問させてください。はい、フォアの決勝ゴールでなんとか勝利をもぎ取ることができましたね。今日の試合内容についてお聞かせください。まあ、すでに次の試合に集中していますと。流れを変えて決定的なゴールを決めることができました。両チームの間には大きな差がありましたが、勝てないかと思った瞬間はありましたか。全力を出し切れると信じていました。今日の試合、相手チームの富樫の活躍が目立ちました。仙台の攻撃を防ぐのは大変だったのではないでしょうか。彼らからは学ぶことが多くあります。ありがとうございました。眠そうだな。眠そうなんだよ。よし、いいぜいいぜ。お、サントスから。最近とても調子がいいですし気分も乗っていますから、横浜 FC 戦で控えに回りたくないです。検討します。なるほどね。じゃあ使ってみるか、先発で。横浜 FC だからな、相手。まあ別にそう舐めてるわけではないけど、相手20位だからね。さあ現在ですね、7試合終わってのサンフレッチェ広島の順位はこんな感じになっておりますね。
横浜 FC は20位です。最下位ですね。なので勝っていきたい。え、ルヴァンはどうなってる？あ、ルヴァンはサンフレが3位まで上がりましたね。なるほど、エスパルスとマリノスは引き分けたのか。いい、ナイスナイス。移籍はどうなってる？いいディフェンサー見つかったか。23。あ、いいのか。35歳だからな。よし。ちょっとディフェンス検索してみるか。条件で、あ、違う、スカウトで。待てよ待てよ。こっち。選手検索。さあ。福森ね。畑中、あ、畑中とかいいな。ちょっとスカウト指示しとこう。畑中、あ、井林ね。元サンフレいたからね。岩波いいね。岩波もちょっとスカウト候補にしとこうか。マテイ・ヨニッチ30歳。30か。菊池いいね。菊池もちょっと指示出して、小林、牧野ね。あ、森重いいけど33歳か。中谷、中谷いいね。中谷もちょっと指示出しとくか。岡崎、大崎レオね。大崎レオ29なんだ。庄司とかいいんじゃない？庄司もちょっとスカウトだし。28。ギリかな。ああ、高橋秀人ね。29、ああ、谷口いいね。でも29か。まあでも谷口も欲しいな。いいね。29。まあ、30ぐらいまでだったらいいのかな。4年ぐらいは活躍してくれそうだよね。山村31。こんなもんか。 OK、 今スカウトを出した選手で、じゃあちょっと連絡来るの待ちましょう。じゃあ連絡来るの待ちましょうか。